カリフォルニア在住の映画評論家町山智博さんに海外の映画やカルチャーを語っていただくアメリカ流れ物のコーナーです。町山さん。はい、町山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週はニューハンプシャーの、での大統領選挙の取材お疲れ様でした。そして町山さんにご紹介いただきました哀れなる者たち、早速、私石山もデカミちゃんも見てまいりました。こちらの作品は自ら命を絶ったベラという女性がある天才外科医によってで蘇生され、女性として成長する姿を描いた作品でしたが、本当にこう衣装も美術も素晴らしいですし、どこからこの感想を言っていいんだろうっていうのを迷っちゃうぐらい私は良かったです。大好きな作品でした。で、熱烈ジャンプっていう言葉がそう出て、翻訳版だと、その、なんだろうな、性交渉のことを熱烈ジャンプってこう、ベラがね、まだこう、性交渉というものが何かを理解しきれてない、なんか快楽が得られる、ちょっと しちゃいけないことかもしんない、わかんないみたいなのが、翻訳だと熱烈ジャンプって出てました。これ、現代とか、その英語版だと、普通の英語だったと思いますけど、そうなんですか。脳が子供なんですよね、その時に ね、ベラちゃんのね、子供なのにセックスの喜びを覚えちゃうっていうね、話ですけど、なんかそのベラちゃんがどん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 成長していく過程を見ている中で、私自身もこういうことあったな、多かれ少なかれ、あったなっていうことをこう思い出して、私はベラの成長曲線でいうと何号目まで今来てるのかなっていうのを考えながら見ました。どの辺ですか。そうですね、結果どの辺だったんだろう。ちょっとこう、どの辺っていうのは今何号目ってことですか。何号目かなってことかな。そう。そうですね、はちゃめちゃなその前半のところを抜け、自我が芽生えて、ただ、そうですね、何を山頂とするかもあるもんね。今私は多分船に乗ってで、いろんなこう価値観を持つ人と出会い、哲学とか議論の面白さを理解するところまで来て、でその印象的だったのがアレクサンドリアっていうショーで、主人公のベラちゃんが、貧富の差っていうものを初めて知るシーンがあって、であそこってそのベラは高いところからその引きの絵で、お金がなくてひどい目に遭っている、状況の人たちを見るじゃないですか。あの引きの感じがなんか SNS 的だなというふうに私は感じました。なるほどね、あのね、ヨーロッパってね、昔なんですけど、貴族の人たちって、要するにもう貧しさとか全然知らないじゃないですか。だからそのまま領主になると非常に危険だから、その領主になる前に、つまり青春時代に、ただの人としてその、外国を旅するというなんていうか決まりがあったんですよ。修行みたいな期間が。そう、日本も企業なんかでトップのお坊ちゃんは対立企業で下っ端から働かされるっていうその伝統があるんですけど、ヨーロッパにはグランツアーって言ってですね、貴族は必ずただの人としてなんていうか、いろんなものを見て貧しさとかそういったものを経験するっていう義務みたいなものがあるんですよね。でベラは多分それをしたんですよ。なるほど、それのこう比喩的なワンシーンだったってことなんですね。そうですね。デカミさんはどうでした。いや、私も本当にこの作品刺さりまくりまして、女性の自由が性一辺倒なのかってことに関してはいろいろ思う部分はもちろんあったんですけど、特にあのダンスシーン、その逆で忘れちゃった、連れ出してくれたスケベ親父とのダンスシーン中に途中でマーク・ラファローですね、ベラがこう自由に踊り出したら、男性も一緒に踊り出す。でそこでちょっとこうなんだろうな、こう奔放なので、ベラが、自分の思った通りに踊ってくれないみたいなのがあるじゃないですか。なんかあの自由に生きててほしい、なんか歌い踊る奔放な女が好きなくせに、思ったように踊ってほしい、目の届く範囲で自由にいてほしいっていうのが、
めっちゃムカつきましたね。身に覚えがありすぎて。じゃあ自由でしてていいとか言うなよみたいな、ねね、お前の言う自由ってなんだよって思う。なんか妙な、ダンスは男性がリードするものだから、うん、そうそう、ね、その感じとかも勝手にいろんな踊りするから怒っちゃうんですよね。そう、あれもなんかすごいいろんな皮肉とか意味を込めたシーンだなと思いましたし、うん、あの、ね、私はこうラストシーンで哀れなる者たちっていう、はい、あのまあ、日本のタイトル、あの、はいはい、すごく全てが回収されていった感じがして、うん、見ててめちゃめちゃ気持ちよかったです。そうですね、はい、あの、これあれです、なんていうかスカッとした終わり方で終わるというのがね。そう、スカッともしたし、はい、なんかベラが哀れじゃないかと言ったらそうじゃないというか、うん、なんかこういろいろこう、うん、なんか反省もしながら見たし、うん、あの、なんか身に覚えがあるなもあったし、うん、なんか大好きな映画の一つになりました。うん、そうですね、あ、ネタバレになるとあれなんですけど、す、まあ、最後のところは、うん、あの世界以外の外の世界全部はやっぱりまたなんていうか不敬主義の、うん、あの不敬主義のですね、男性主義の世界がまだ続いてるんですよね、はい、だからバービーのバービーランドと同じなんですよね、ラストはね、はいはいはい、そう、だからその辺もね、また皮肉が効いてるなと思いました ね、 ね、見てほしい、はい、ちょっともうまだまだたくさん感想が出てくるところなんですが、うん、今日もちょっと、はい、一本映画をご紹介いただきたいと思います。はい、今日ご紹介する映画カラーパープルという映画もちょっとね、哀れなる者たちにちょっと似たところがある話です。はい、これカラーパープル、So make a joyful noise unto the Lord。 はい、これ最初はいいワークソングというアメリカの黒人の奴隷が働く時の歌なんですよ、最初のところ。で、途中からゴスペルのもうダンサブルなところに突入していくんですけど、はい、これミュージカル映画ですね。はい、カラーパープルというのは1982年にアリス・ウォーカーという黒人の女性作家が書いた小説で、この、まあ、20世紀前半の、アメリカの南部の黒人の歴史をもう女性の視点から描いた名作なんですけど、これは1985年にスティーブ・スピルバーグが映画化して、そのまま名作なんですが、その後2005年に今聴いてる曲のような感じでブロードウェイでミュージカル化されて、それが大ヒットして、で今回映画として公開されるのはそのミュージカルの映画版なんですね。はい、ただね、これ曲聴いてても分かる通り、あのスピルバーグよりも楽しいです。ハッピーな感じですね。すごい、そうなんです、ものすごいパワフルで、ものすごいエンターテインメントになってます。はい、まあ話は強烈なんですけれども、はい、音楽の、ね、楽しさがもう全部それを、ね、凌駕する、あの傑作になってますね。はい、舞台は、ね、1909年、ね、ぐらいの、アメリカの南部のジョージア州 で、 で奴隷制度は1865年に終わるんですけども、それから40年経ってもやっぱり黒人たちはまだ貧乏なんですね。でその悲惨な黒人の中でも最も悲惨なのが女性たち で、 でもう男たちにものすごい虐待されて、もう本当奴隷以下の、扱いを受けてるんですけど、で主人公は黒人の少女セリーという14歳の女の子なんですね。で父親に侵されて2回も子供もされてるんですよ、すでに。でしかも生まれた赤ん坊はどっかに売られちゃってるんですよ。でまあそういうどん底のどん底から始まって、でそのしかもですね、その彼女を守ってくれるはずのお母さんすでに死んでいて、で唯一妹のネッティちゃんという妹だけがその彼女を助けてくれるんですけど、主人公のセリーを、はい、そのネッティも、まあ、どっかに、まあ、行かざるを得なくなっちゃう、はっきり言うと父親に侵されそうになるからですけど、逃げ出しちゃうんですね、うん、はい、で一人っきりになっちゃうんですよ、うん、でこの、まあ、主人公セリーのところにね、アルバートという男が来てですね、嫁が欲しいんで売ってくれって言われて父親に売られちゃうんですよ、このアルバートっていうおっさんにね。でところがそのアルバートってのはまあひどい男で、このセリーにこう言うんですよ、最初に。お前は黒人で貧乏で女で学もないと、
しかも顔も不細工だと、お前には何もないんだと、お前には何もできないんだって言うんですよ。もう完全にゼロだと言われるんですね。でもう毎日毎日その夫であるアルバートから殴られながら、こう黙って家事をして、でアルバートの連れ子3人を育てて、でだからまあセックス付きのまあ奴隷として扱われるんですよ。でもう愛もないし希望も救いもない毎日がずっと続くんですね。でまあ今かかってる曲がまあ本当にワークソングっていう黒人たちがその、非労働をしながら歌う歌なんですけども、はい。でところがですね、そこからですね、セリーは次々とね、自分よりも世代が若い女性たちに出会っていって、彼女たちの自由さによって少しずつ解放されていくっていう物語なんですよ。はい。で、だからね、最初は本当にどん底のどん底ですよ、話は。でもね、どん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 上がっていくというね、ものすごい高揚感のある映画ですね。はい。で、このミュージカル版はブロードウェイで作られたんで、今回ブロードウェイでミュージカルを演じてた人たちが映画版でも、その役を演じてます。あ、そうなんですね。はい。でそのセリー役の人はですね、フェンテージアっていう、まあ、歌手の人ですね。フェンテージアバリーノという人で、この人もねものすごい貧乏のどん底から、アメリカンアイドルっていう番組があるんですけど、はい、勝ち抜きでスターになるやつね、うんうんうん、はい、それでスターになった人で、本当に、まあ、どん底からスターへの道をたどって、その自伝小説まで映画化されるというね、人が、主役を演じてて、まあ、ぴったりなんですけどね。はい。で、あとね、その妹は、ハリ・ベイリーという、ディズニーの、はい、リトル・マーメイドの実写版のヒロインを演じてた子ですね。あ、めっちゃ話題になりましたよね、はい、そうなんです、うん、黒人に人魚姫やらせていいのかみたいなね、うんうん、話になったんですけど、彼女が妹役で、あとソフィアというね女性が出てくるんですけど途中から、はい、でこの人がダニエル・ブルックスさんという人が舞台版も演じてて、こっちでも演じてて、この人すごい演技なんで今回アカデミー賞の、うん、助演女優賞候補になってますね。はい。このね、ソフィアって人がすごい人でね、うん、彼女の主人公セリーが、まあ、10年ぐらい子育てをして、うん、で連れ子の、一人がですね結婚するその嫁さんなんですよ、うんうん、だから自分 の息子の嫁に当たるんですけども、はい、でこのソフィアという人がですね、もう絶対にその男に殴らせないっていう、おー、女性なんですよ、はい、で逆にその自分に手を出した男をもうぶん殴ると、うん、でしかもぶん殴るだけじゃなくて10倍ぐらいの力で殴って相手を気絶させるという、なんか物理的に強いパターンなんですね、うん、物理的に強いで、腕でなんとかする、ね、そうなんです、塩見悦子系と言われてますね、はい、そういうね人でね、で彼女がね、まあ教えてくれるんですよ。もう男に絶対ね、うん、もう殴らせたらダメだと、うん、手を挙げたらそこでノーって言いなさいと、うんうんうん、でその時にヘルノーって言うんですね、うんうん、でヘルノーっていうのは絶対嫌なことだって意味なんですよ、うんうん、それを言いなさいと、うん、ね、今流れてる歌がヘルノーですね、うん、But I never, 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 never thought I'd have to fight in my own house. すごい意志の感じる歌い出しだった。ネバネバネバって言ってましたからね。絶対絶対絶対って言ってましたもんね。そうそうそう。で、ものすごい拳が効いてるんですよ。わーって歌い方ですけど。はい、これで彼女はですねもう絶対にノーって言うのよって言うんですよ、うん、でもこの主人公のセリーはノーって言ったことはないんですよ、人生の中で一回も。あ、そうか、言えない環境にいましたもんね、言っていいとも思えなかったのかな。そう、そうなんですよ。
ね、あ言ってる言ってるノーって言ってる、ヘルノーって言いなさいと、うん、ね、だから初めてノーっていうことを知るんですよ、うん、彼女に会って、でこれでねすごくわかるのは、そのこれまあ本当に伝統的なその黒人のブルースなんですけれども、そのカラーパープルを見てるとね、カラーパープル今回ミュージカルにしたことでアメリカの黒人がなんでこんなにいろんな音楽を作ってきたのかがよくわかるんですよ。へー、つまりもうひどいところに置かれたからやっぱり歌が出てくるんですよね。だやっぱり最初にもうすごい厳しい労働の中でワークソングが出てくるわけですけど、ね、それでまあ神にそれでお祈りするからゴスポルが出てきて、でわ悪い男たちがいるからブルースが生まれてきてっていう、あこれは歌わざるを得なかったんだなと、歌う必要があったから歌ってたんだということがよくわかるんですよ。だからね、あのロックンロールもね、前も話したと思うんですけど、もともと黒人の女性が作ったんですよね。ラックベリーだって言われてるんです。その前にね、実は先に女性が作ってて、だからね現代の音楽の形のほとんどを黒人の人が作ってるんですけど、それはね作らざるを得なかったんだなと、歌わざるを得なかったんだなというのはね非常によくわかる映画ですね。はい、まあ、元はミュージカルじゃないのにミュージカルにすることでそういうアメリカの黒人音楽の歴史までわかるようになってる。はい、でね、このソフィアによって初めてノーっていうことを知ったその、セリーがその人あともう一人の女性に会うんですけども、はい、それはねなんと夫のアルバートの愛人なんですよ。はい、でこのアルバートはそのセリーを奴隷みたいに思ってるから平気で自分の愛人を家に連れ込むんですね。でその愛人は彼の昔の恋人で、今は結構ジャズ歌手としてレコードも出してアメリカ中ツアーしてるような大物のシンガーのシュグっていう、あの女性なんですけど、はい、でその時にもう時代は1920年代になってるんですよ。で1920年代のアメリカはジャズエイジと呼ばれてて、まあ、とにかくジャズが流行っただけじゃなくて、女性たちが初めて権利を表立って主張し始めた時代なんですね。今かかってるのはシュグの歌ですけども、はい、っていうのはね、それまで女の人ってコルセットで体を締め付けられてたんですよ。はいはい、ところはコルセット取っちゃったんですね、1920年代の女性たちは。でそれだけじゃなくてブラジャーも取っちゃったんですよ、うんうん、だからおっぱいのとこぺったんこなんです、うん、ジャズエイジの服って、うん、だそれどういうことかというと、女の人の体のそのなんていうかこうボンキュッボンみたいなの、うん、っていうのは男の欲望であって、うん、私たちそれ大変だから嫌だよっていう、うんうん、主張なんですよ、うん、ね。でそれだけじゃなくて髪の毛も切っちゃうんですよ、うんうん、短く、はい、ね、その髪の毛をこう一生懸命こう整えたりするっていうのは男のためにやってるわけじゃないですか、うん、当時は ね、 当時はね、うん、でしょ、だ面倒くさいからボブにしちゃうんですよ、うんうん、ね、でその時代が1920年代 で、 で非常にまあセックスドラッグジャズの時代だったんですけど、でそのシュグさんはまさにそのジャズエイジを代表するような象徴するような女性でバイセクシャルなんですよ、うん、この頃バイセクシャルがまたすごく増えるんですね、うん、で有名なこの頃の有名人にはバイセクシャルの人がすごく多いんですけど、うん、でまあその時のまあ有名なブルース歌手のマーレイニーとかもバイセクシャルだったんで、多分それをモデルにしてるんだと思うんですが、ここでシュグはそのセリーとセックスするんですよ、うんうん、でセリーは初めて恋というものとセックスの喜びをここで知るんですよ。うーん、で それまでセリーにとってはその愛は知らないし、セックスというのはもうただのなんていうか虐待だったんですよ、うんうんうん、ここで初めて女性によって、だこの辺がほらそうですね、哀れなる者たちと、うん、なんかリンクするところすごいあるなと思いながら聞いてましたね、うんうん、すごくリンクするんですよね、うん、そうで愛を初めて知って恋を知って、うん、ね、で性の喜びを知るんですけどセリーは、うん、でここでねすごく重要なのがそのシュグがセリーとこの南部の農場を歩きながら紫の花を見るんですよ、うん、でこれがカラーパープルってタイトルの元になってるんですけども、うん、はい、で紫の花が咲いてるけどあなた忙しいから本当に毎日働き詰めだから、うん、綺麗だとか思う余裕ないでしょうと、うん、
ね、でもこれは神様はせっかく綺麗な花を咲かせてるんだから、ね、その美しさに気づかなきゃって言われるんですよ、うん、であなたも同じなのよ、うん、でみんなそれぞれの美しさがあるのよって教えられるんですよ、うん、それがねすごくこのカラーパープルのテーマで、うん、で今かかってる歌が I'm Here というそのセリーが歌うですね、まあこれ劇場だともう全員もうなんていうかあのスタンディングオベーションする曲なんですよ。うーん、でこれはとうとう今まで自分を奴隷として使ってたその夫に対してあんたなんかいらないわって歌う歌なんですよ。うん、宣言するんですね。そうなんです。でその夫はお前には何もないって言ってきたわけですよね。でそうじゃない私には何でもあるわって言い返してる歌なんです。であんたなんかいらないと私にはシスターがいるからって言うんですよ。うん、つまり女性の仲間たちがいるのよ、うんうん、であんたがどう言おうと私は私自身になるんだからと、うん、で私は美しいのよって歌うんですよ。でこれ最初に徹底的に全否定された女性が、うん、まあ、あの40年ぐらいかかるんですけど、うん、40年かかって自己を肯定するまでの話をその黒人たちのその40年の社会でのそのなんていうか地位の向上とかその文化の発達とか音楽の発達と重ねて描いてるんですよね。でも最初は本当にだから電気も何もなくてみんなその人力で労働してるのがもうどん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 こう文化というか科学も発展してそれでまあはっきりと描かれてないんですけど第二次世界大戦で黒人はそのまあ軍隊に参加することで地位が向上するんですよ格段に。でそういったものまでその背景に入れてもう非常に大きくですねアメリカの歴史と音楽と、まあ、女性の解放について描いてるというねまあちょっとすごい映画になってますよ。うん、はい、これは公開されたらすごい話題になりますね。間違いなく ね、でテーマはやっぱりねこういうテーマというか物語だけど、はい、こうやっぱミュージカル映画だから見やすそうですよね。そうです、うんうん、楽しいんですよ、ね、はい、やっぱりね日本ではね黒人この映画ね白人がほとんど出てこないんです。で、まあ、日本ではそんなに知られてる人が出てないんですごく、まあ、あの劇場で公開することすらないことも多いんですよね黒人の人たちの映画って日本では。ただそういうものを超えてるのでもうそれこそ女性であること以上にもう人間とは何かっていう歌にもなってますから歌っていうか映画になってますから、はいはい、もうぜひご覧いただきたいと思います。はい、はい、ということで今日は、来週2月9日公開の映画カラーパープルをご紹介いただきました。町山さんありがとうございました。どうもでした。以上アメリカ流れ物でした。